私たちの社会から姿が消えてしまった子どもたちがいます。アパートの一室を訪問する児童相談所の職員と警察官。ごめんください。こんにちは。お父さん、今日ですね。この部屋に住む小学生の男の子が、もう1年以上、学校に姿を見せていません。学校に行かせられてないので、我々児童相談所としてはですね、子供さんを今日は一時保護します。え、それは何でなんですか？これはですね、これはどういうことでしょうか？これは児童相談所ですね。父親が子供を家に閉じ込めていたのです。このお家では、お家では学校に行ってないですもん。それが一番問題です。その時でした。男の子が自ら部屋を飛び出してきました。手伝いで。一年以上社会から消えていた男の子がこの日無事に保護されました。やはり学校に行かれていない義務教育を受けるチャンスを奪われているということで職権保護に踏み切っています。やっぱり最近こうやって姿見えなくなっちゃう案件というのはどうですか？おほいです。9年前発覚した事件。母親に18歳まで自宅に軟禁されていた女の子は、小学校も中学校も一日も通うことができませんでした。その本人が当時のことを初めて語りました。この世にいなかったことのように隠されてきたので、助けてほしいって何度も思ってたんですけど、でもやっぱり助けてくれる人はいないわけだし。親の事情で社会との接点を失い、姿が確認できなくなってしまう子どもたち。私たちはその実態を明らかにするため、全国の児童養護施設など1377箇所にアンケート調査を実施。家庭という密室の中で子どもたちが過酷な生活を強いられていたことが分かってきました。ケージに入れられ紐でつながれていた3歳の男の子。家から一歩も出たことがなく、食事を犬のように食べていた4歳の子供もいました。その数は、この10年で1039人に上ることが初めて明らかになりました。私たちは、こうした子供を消えた子供たちと呼び、一つ一つのケースを追いました。学校全然行ってなかったから、全員気づいてくれ、外行きたし、生きてたし、どう見ても辛い状況に置かれてんのに、なんでこう大丈夫っていう声かけてくれへんねやろな、まあ、誰も助けてくれへんねんな。見えてきたのは、救いを求める子どもたちに気づき、助けることができない私たちの社会。子どもたちを守るために、今何が求められているのか。これまで届くことのなかった、
子供たちの声を聞いてください。なぜ子供たちは社会から消えてしまうのか。福岡市郊外にある団地です。この一室に女の子が18歳になるまで母親に閉じ込められていました。小学校も中学校も一日も通うことができませんでした。自力で逃げ出し、コンビニエンスストアで保護された時には、18歳にもかかわらず、身長は1メートル20センチほどでした。小学生みたいな、もうちっちゃいし、細いしみたいな感じで、なんかもう、怯えてたのが、やっぱり、あんまり喋ってもなかったね。保護されて9年、この女性は今どうしているのか。取材を進める中で、女性は行政の支援を受け、アパートで一人暮らしをしていることが分かりました。ナミさん、27歳です。子供たちに自分と同じような思いをさせたくないと、初めて取材に答えてくれました。当時、母親に家に閉じ込められていたナミさん。幼い頃から外に出るなと言われ、手や足を縛られたこともあったといいます。本当に、もう疑問だらけだったんですね。なんか、母親が本当しつこく言ってた言葉は本当に、お前なんて、やっぱ、産まんでよかった。早くお願いやから死んでって。ね、食事も一日一食だったり、食べさせてくれない日があったりとか、お風呂に入らせてくれるっていうのは本当にもう、5ヶ月に1回とか、ひどくても1年に1回とか。なんか本当に動物を飼ってるように感覚かな。なんかもう人間って思ってくれてなかったっていう。仕事で留守がちだった父親は、見て見ぬふりをしていたといいます。18歳で逃げ出すまで、事態が発覚することはありませんでした。もう死ぬか、いっそ逃げるかっていう、そう選択肢2つだったんですね。だけど、やっぱすぐにはなんかこう、死ねるような気がしなくて、そーっと玄関の方まで、行って、何も持たずに、靴とかもなかったし、なんかもう裸足の状態で飛び出してきました。福岡市がまとめた報告書です。義務教育さえ受けられなかったナミさん。18歳になるまでなぜ助けることができなかったのか。学校の教員は家庭訪問はしていました。しかし母親は、障害があるので外に出せないなどと話し、ナミさんとの面会を拒んでいたと記されています。
実際に奈美さんの家を訪ねていた教員が取材に答えました。お母様が出られて、今親戚のうちに預けていますという返事だったと思います。強制的調査権があるのではないので、踏み込んで、もし違った場合、非常にクレームになるわけですよね。親御さんが、入らないでくれという拒絶的な態度をされたら、それ以上は入れない。学校は、奈美さんの姿を一度も確認することができなかったため、児童相談所に相談していました。しかし、児童相談所は介入しませんでした。当時の担当者の一人、川浦達夫さんです。学校側が母親とは会って話ができていたため、リスクは低いと判断していたといいます。お母さんと話ができていて、で、お母さんの話をそのままそうかなっていうふうに思って、実際そうであるかどうかを確かめずにですね、我々としては対応としては終結をするというですね、そういうことになっていますけれども、もっと能動的に、対応できる、できておれば、もっと違った展開になったかもしれないっていうふうには、本当に思います。そういう意味では、彼女には申し訳なかったっていうふうに思います。こんな感じですね。保護されて9年。奈美さんは明るく広い場所は落ち着かないと、毎晩押し入れで眠っています。自分だけこの世にいなかったことのように隠されてきたので、助けてほしいって何度も何度も思ってたんですけど、でもやっぱり助けてくれる人はいないわけだし、本当18年間っていうのは取り戻せないし、簡単に取り戻せとか言われても取り戻すこともできないので、社会から消えてしまった子どもたちは一体どれほど存在するのか。私たちは子どもたちが保護された時に受け入れ先となる児童養護施設など全国1377カ所にアンケート調査を実施。6割にあたる834の施設から回答を得ました。その結果、義務教育さえ受けられないなど、社会との関わりを断たれていた子どもの数は、保護されただけでも、この10年で1039人に上ることが分かりました。その期間は、1ヶ月から10年以上に及んでいました。アンケートからは、ホームレス状態となり、姿が消えていた子どもたちがいたことも分かりました。その人数は85人に上りました。自動販売機の裏で暖を取って眠っていた幼い兄弟。車上生活の末、ミイラ化して見つかった男の子もいました。
かつて車上生活をしていた男の子が取材に応じてくれることになりました。小学4年生から1年半学校に通えなかった健二君です。父親の事情で一家6人で夜逃げし、居所を隠すために車で転々としていたといいます。こういう感じの駐車場とか公園です。寝るときは車の中なんです。トイレとかは公園の中、あとお風呂は入ってなかったです、ね、その時は。はい、食事とかは全部ホットモットで弁当、お金がないんで一つなんですよ。でそれをみんなで分けて食べるっていう。その間、ケンジ君は学校に行きたいと両親に訴えていました。僕は自分から学校行きたいって言ったこともあったんですけど、それでも今金ないからダメなんだって言ってて、他の家族が楽しそうに話してるのを見ると、俺なら学校行けないんだろうっていう思う面もあったんですけど、ケンジ君は父親が病死したことをきっかけに施設に保護されました。社会から姿が見えなくなってしまう子どもたち、親たちはなぜそのような状況に子どもを追い込んでいたのか。アンケートで最も多かったのは、育児放棄を含む虐待。そして、貧困などの経済的な理由。さらに、親の精神疾患や障害という理由もありました。今の社会で様々な事情を抱える親たち。外からは見えにくい家庭の中で、子どもたちは、社会との接点を失っていたのです。保育士を目指し、定時制高校に通う真央さんです。母子家庭に育った真央さん。10歳の時、母親が精神疾患になったことをきっかけに生活が一変しました。いつ何かあるか分からない状況だったんです。まあリストカットなんか当たり前だったんで、自分がまだ学校行ってる間でも母親がその救急車運ばれたとかどうとかで学校帰らなあかん、まあ学校にはそれ行きたい気持ちはあるんです。ただでも、まあ置いていけない。母親を置いてお、いけない。母親の面倒を見ながら家事の一切を担うようになり、中学校の3年間、行きたくても行けない日々が続きました。まだ、中学生ぐらいですけども、3食をなんぼで使って、明日1日乗り切ろうってことを毎日考えてて、いつ終わんねやろかっていうのでずっとこう考えてましたね。終わりあるんかな、ずっとこのままなんかな。真央さんの状況に周囲の大人は気づくことはできなかったのか。当時真央さんが住んでいた家は密集した住宅地の一角にありました。
こんにちは。このご近所で、はい、こう、この母子家庭で、こう、はい、いました？はい。急にこう、着せあげたり、うん、とかいろんなそういうの。だから、常に、急遽で呼んでましたね。引っ越してはるから。その後もずっと空き？もう空き空き。多分ここの方みんな関わってないと思います。引っ越して来られた時には、あの母は病気がちなんで、で言うて挨拶して来られたですよ。印象的でどんな印象でした？いや別にそれは、あしっかりさ、お姉ちゃんやなと思ってましたけどね。うんうん。中学生やから行ってるんかなと思ってたら、中学は行ってないって聞いてたんです。はいはい。中学校行かない間とかって近所の人どういうふうに見てました？その親子の関係やから私らはちょっと、何とも言えませんわ。いや、どうして学校行けへんのかな、ぐらいしか思ってないし。うん。登校してこない真央さんを、学校はどう見ていたのか。当時の中学校の校長です。担任が家庭訪問をしていましたが、自分の意思で学校に来ない不登校だと思っていたといいます。いわゆる不登校、その情報っていうのは入ってたと思います。ただ、家庭の支援っていう、ところに、学校は認識を持っていなくって、お母さんが不登校の足を引っ張っておった、引き止めておったとは認識してなかった。周囲の大人が深く関わろうとしない中、真央さんは孤立を深めていきました。母親がタクシー乗って帰ってきて、で、うんちもなくて、で、まだ中学生ぐらいの自分が話するんです。で、全然知らんタクシーの運転手に怒られて、なんか自分のところをなんかこう、しかしや、みたいなこと言われて、普通に考えておかしいじゃないですか、子供が出てきて、すいません、と謝るなんて。なんでこうどうしたのとか、大丈夫っていうの声かけてくれへんやろな、と思いながら。みんながみんなその、もう自分のことばっかり気にして生きてんねんな。まあ誰も助けてくれへんねんな。こういう真っ白い紙に強い力持ってるキャラクターが描くことで、ちょっとこう自分も強くなれる、なれたような、こういう力があったらいいのは思いましたね。消えた子供たちは保護されただけでも1039人。今も姿が見えなくなっている子供が、この社会にどれだけいるのか、実態は把握されていません。18歳まで家に閉じ込められていた奈美さんです。今、児童相談所で、子どもを支援するボランティア活動に参加しています。ありがとう。すごい色がカラー。何色だった？しかし、人との会話に加われないこともあります。本当にお見事。
人と関わることですごい緊張感があって、もうなんか変な風に見られてないかなとか、対人関係自体が難しいなって。アルバイトを探そうと何度も履歴書を書いて面接を受けましたが、不採用となり送り返されてきました。義務教育さえ受けられなかった奈美さん。保護された後、23歳で中学の卒業資格を取りました。しかし、他にかけることはありません。人が普通に答えられることを、やっぱ自分はできないので、例えば家族はとか、例えば兄弟はとか、例えば学校どこ行ってたのとか、そういうこと聞かれるのが、どうしようもなく苦痛になってきて。インターネットやテレビで、虐待や母親という文字を目にするだけで、今でも突然過去の記憶が蘇ってくるといいます。すいません。本当にきついんですよ、この思い出して。保護されて9年。心の傷が癒えることはありません。今回明らかになった消えた子どもたち。その後の人生にどのような影響があるのか。アンケートからは深刻な実態が浮かび上がってきました。生活に支障が出るほどの学習の遅れや体の発達への影響。700人以上の子どもがその影響に苦しんでいることが分かりました。中には保護された後で社会に適応できないまま自殺してしまった女性もいました。自ら命を絶ったユキさん。中学2年生までの7年間、学校に通わせてもらえませんでした。ユキさんが保護された児童養護施設には、職員に宛てて書いた手紙が残されていました。夜は縛り付けられる、殴られて血が出たっていう、ここのあの椅子、机で椅子に座らされて、ビニール紐でぐるぐる巻きにされて、で、部屋のドアはガムテープが貼ってあって、施設に来た当初は誰とも関わろうとしなかったといいます。テレビの前の椅子に、本当に来たばかりの時は静かに座ってる、笑ったりとかそういうのもないですし、まあこう本当にこう向いてるだけっていう感じ。手紙には、
ゆきさんの苦悩が綴られていました。今でも人を疑ってしまう。みんなと違う育ち方がいけないの。頭の病気なの。それとも、なんでみんなと違う考え方しかできないんだろう。私はこれからの一年後をどうするの。死んだ方がいいの。なぜ生きてるの。助けて。18歳になり、児童養護施設を退所したゆきさん。その後、自立支援のための施設に移りました。施設に来て半年後、ゆきさんは自らを傷つける行動を取るようになりました。リストカットがあった。多分、すごく不安だったんだというふうに思いますね。大人とのいい関係の中に生きてないので、自分にも自信がなかったでしょうしね。自分の生きてる意味を問いただせなかったのかなと思うんですね。これが彼女が書いたもんなんですけど。施設では、ゆきさんに寄り添おうと努めていましたが、ここは自分に合わないと1年半で退所。その後、連絡が取れなくなりました。消息が分かったのは3年後。駅のホームから飛び込み、自ら命を絶っていました。23歳でした。ゆきさんが施設宛に残した手紙です。最後まで大人を信用できない私でしたが、先生方は幸せでいてください。そうすれば子供たちにも幸せは伝わると思います。そして、幸せを助けを待っている子供に分けてあげてください。痛くて悲しい子供たちを助けてあげてください。私たちは今回、消えた子供たち23人に直接会って取材をしました。その中には周囲の関わりによって救い出された子供もいました。介護福祉士として働く下村しおさんです。自分で買ったんですか？気分悪い？小学3年生から母親の事情で学校に通えませんでした。母子家庭に育ったしおさん。母親は離婚をきっかけに次第にうつ状態となり、お母さんから離れないでと、しおさんに依存するようになったといいます。しおちゃんしかおらんけとか、しおちゃんがおらんくなったらママも嫌とか。やっぱ一人で泣いたりとかもママがするの見たりとかするし。何？必死やのはママを悲しませんこととか。学校にも行けずにいた塩さんの異変に気づき、声をかけた人がいます。叔母の山田優子さんです。当時家を訪ねた時、
電気もつかない部屋で塩さんが無表情で佇んでいる姿に驚きました。異常でした。一人ぽっちをなんか自然になんかね過ごしてるっていうふうにね、こう思い込んでる、思い込もうとしてるっていう姿がね、なんかすごく私の中では不憫に思えたんですよね。今ね、この子に声をかけられるのは私しかいないと思ってましたしね。塩さんの母親、陽子さんです。今は精神的な安定を取り戻しつつあります。当時は山田さんから学校に通わせた方がいいと言われても耳に入らなかったといいます。学校行かなくてもいいかなと思ってた。思ってたよ。外に人に会わんでいいって思ってた。心の中はもう全然人のことなんか信用 したくないし信用できんし、手放したくもないし、人のところにやったらイコール取られるみたいな。山田さんは母親の陽子さんと何度も話し合いを重ね、塩さんを引き取ることにしました。小学生だった塩さんを育て高校まで通わせました。先月、塩さんは友人たちに囲まれ二十歳の誕生日を迎えました。今では母親の陽子さんも当時の山田さんの判断に感謝しているといいます。救われたね。本当救われたね。必死でこんな人頑張ったママの気持ちもなって一応、その気持ちが大きいよね。そういうエゴが大きいよね。大抵ね。本当は、翔ちゃんの気持ちを考えちゃらなきゃいけんかったよ。ね。気づいてあげないとね、大人が。学校の先生でも、ですね、近所のおばちゃんでも、ね、親類の方でもね、その子供たちをきちんと見てあげる大人がたくさんいないといけないと思うんですよ。たくさんの、だから大人がみんな気がついてあげたら、なんか世の中少し変わるんじゃないかなと。米を洗剤で洗いよった。そういう、でも一応洗おうと思った。そういうさ、ボールペンの先に立って言えばいいのに、なんで黙るんだよ。そこまで考えてなかったのに。18歳まで社会との接点を断たれていた奈美さんです。彼女を助けられなかったことを悔やんでいる児童相談所の川浦さん。あれから9年、川浦さんたちスタッフは奈美さんとのつながりを大切にしてきました。苦しいけど、なんか、なんとか生きてるっていう。それってすごいですよね。そうですね、なんか。ね、あなたのその過去の背負い方っていうのは、背負うとこね。荷物ですね。簡単に言えば。その背負い方っていうのはさ、はい、少しずつ変わってきたような気がするんやけどね。先月下旬、
奈美さんは市民を前に初めて自分の体験を語りました。消えた子どもの苦しみを知り、周りの子どもに目を向けてほしいという思いからです。18歳っていう年齢になるまで、もう母やその他の家族に愛されることも必要とされることも信用し合うことも一度もありませんでした。で、私は泣き崩れました。大声でもう泣きわめきました。どうしたらいいんだろうって。どうしたら母親が変わってくれるんだろうって。施設の職員や学校の先生に断固として合わせない。電話は鳴る。玄関のチャイムは鳴る。だけど出れない。もう虚しかったです、その音が。とっても。子供たちを孤立させない社会であってほしい。今、奈美さんは子供たちを守るためのボランティア活動に取り組んでいます。私の学校だったり、より多くの子供たちが本当に普通に生きて、なんか普通に過ごせることがやっぱり一番願いですね。助けを求める小さな声を聞き漏らさないでください。私たちがもう一歩踏み出すことを子どもたちは待っています。